はい、どうも、しょうきです。お願いします。さあ、本日7月5日は、米津玄師さんのライブ、変身のね、二次抽選の当落発表がありました。今回はそれについての、動画となります。よろしくお願いします。はい、まあ、早速なんですけども、まあ、本日のね、お昼の12時頃、当落発表がありました。まあ、その時にね、ツイッター見てたんですけども、当選したというね、ツイートも、まあ、もちろんあったんですけども、それ以上に落選してしまったというね、ツイートの方がなんか多く見られましたね。まあ、倍率が高いと言われてるね、米津玄師さんのライブなんでね、まあ、落選はまあ普通にあるとは思うんですけど、まあ、当選のツイートより落選のツイートの方が見た感じ多いかなという印象がありました。ストレイシープのね、アルバムについてたシリアルコード、まあ、4、5枚、釣り込んでも、まあ、落選してしまった。全落ちしてしまった、なんてツイートね、結構ありましたね。はい。まあ、こればっかりはね、運なんでね、まあ、どうしようもないとはどうしようもないんですけど、まあ、それにしてもまあ、辛いよね。うん。落選は辛いと思います。まあ、運よくね、私は1次でね、当選して、まあ、浮かれてたんですけども、まあ、2次のね、状態を見るに、やっぱり高倍率の、まあ、チケットは争奪戦という感じでしたね。はい。まあ、ただね、一般抽選受付もね、追加されたんでね、チケットを獲得するチャンスはまだあります。まあ、後々トレードもね、あると思うんで、2回ぐらい、チャンスあるんで、諦めないようにしましょう。はい。ちなみに一般抽選のね、受付はこんな感じの日程となっております。はい。まあ、この期間中にね、まあ多分誰でも、応募できるので、諦めずにね、2次落ちてしまった方はね、応募してください。はい。まあ、ちなみに、複数公演のね、当選した方っていうのはやっぱいないんじゃないかなという感じでしたね。例えば1次で当選して、2次でも当選したという方はいないんじゃないかなとは思います。まあ1次で、ね、2つ当選したとか、2次で2つ当選したとか、そういったのね、ツイートも、まあ見かけないかなという感じでございました。まあ、米津さんのライブは1人1公演のみの参加なんて言われてるんでね。まあ、複数公演のね、当選はないんじゃないかなという感じは相変わらずでしたね。はい。はい。これにてね、二次抽選の結果についてね、動画終わりにしたいと思います。まあ、次回はね、一般、抽選のね、受付があるんでね、皆さん忘れずに応募してください。それでは、またねー。